本日私から1点ご報告がございます。本日この後私は水産庁漁業取締船白龍丸を視察いたします。白龍丸は我が国周辺水域における外国漁船の対応など取締り活動に従事をしております。視察に際しては乗組員への訓示を行うとともに取締り船の装備などを視察し、取締りの最前線に立つ船長をはじめ乗組員の生の声を聞いてまいりたいと考えております。私からは以上です。幹事社の北海道新聞の長谷川と申します。米の自給に関してなんですけれども、この間の16日の食料農業農村政策審議会の食料部会で示した基本方針で、2021年産の主食用米の需要に見合った生産量がですね、前年産より約50万トン少ない679万トンにとどまるとの見通しを示しました。21年産の作付けに向けて、転作の大幅な拡大が必要になるとの見方もありますけれども、農林水産省としてどのように取り組むお考えでしょうか。16日の食料部会におきまして、令和3年度食料米の生産量の見通しをですね、令和2年産よりも50万トン程度削減をして679万トン、と設定をしたところであります。産地生産者の皆様におかれましては、現在の需給環境が、大変厳しいものとなっていることを踏まえた上で、令和3年産米の需要に応じた生産にどう取り組むか、早めにご議論を開始していただきたいと思います。農林水産省としては、需要に応じた生産販売がさらに進みますように、今後も国内の消費拡大や輸出拡大の取り組みを進めつつ、需要のある麦大豆、輸出用米と主食用米以外の生産拡大、公衆益策の税の転換に向けた水田活用の直接支払い交付金等による効果的な推進策など、必要に応じて検討してまいりたいと思います。各社さんお願いします。日本農業新聞の木寺と申します。はい、まず時期作支援交付金について3点ありまして、まず大臣は先週の会見で、丁寧に説明してできる限りの対応をしていくと言われておりましたが、今後も含めてどのように対応されますでしょうか。今回の見直しについてはですね、お話のありました通り、現場の皆さんにですね、丁寧に説明をしてご理解をいただけるよう努めるとともにですね、交付金を見込んですで、に機械に投資をしたなどの現場の事情についてもよく聞いてですね、できる限りの対応をしてもらいたいというふうに考えています。現場に混乱が広がる中で三次公募も始まりましたが、説明がまだ十分でない中で公募が始まると、混乱に拍車をかけると思うのですが、なぜこの時期にこのような対応を行うのでしょうか。今般の運用見直しによってですね、現場の皆様には大変なご面倒をおかけしております。農業者からの申請決議につきましては、6月末から7月末までを第1回目として実施をしたところですが、第2回目も行うこととしており、多くの方が申請決議を待っておられるところです。新型コロナウイルス感染症によって大きな影響を受けた農業者の皆様に対して、1日も早く第2回目の申請決議を行い、事務手続きの時間を確保しつつ、早期に交付金をお支払いするためにも、21日水曜日より公募を開始をしたところであります。現場の方も踏まえつつ、申請方法等について丁寧にご説明をさせていただきながら公募を進めてまいりたいと思います。今回の運用見直しの一因に予算不足があるとは思われるのですが、これまでの募集で総額いくらぐらいに当たる応募があったのでしょうか。これまでいただいた申請につきましては、申請額の詳細については、精査中のためですね、確たることは申し上げられませんが、非常に多くの申請をいただいているところであります。
すみません、もう一点ありました。昨日の国家戦略特区諮問会議で、特区で認めている特例措置の全国展開に向け検討加速するとの文言が基本方針に追加されました。諮問会議の民間議員は、一般企業の農地取得を認める兵庫県養父市の特例を名指しし、全国展開を求めていますが、農水省としてはどのように対応されますでしょうか。はい、今、ご指摘の件につきまして、昨日のですね、国家戦略特区諮問会議におきまして、民間議員から養父市で実施している企業の農地取得特例について、全国展開すべきとの意見が出た旨はですね、その報道は承知をしております。企業の農地所有の特別の特例の取り扱いにつきましては、本年7月の成長戦略フォローアップにおきまして、特区の実績等を踏まえた上で、2021年8月に迎える特例の期限に間に合うように取り扱いを検討することとされたことを踏まえまして、今後取り扱いを検討することが必要であると思います。NHK の川瀬です。振り返って申し訳ないんですけども、 GoTo イートのポイントについて、進捗状況、最新のものはどうなってますでしょうか。またその受け止めをお願いします。はい、10月1日から開始されているポイント事業に参加されている飲食店の数につきましては、火曜日会見でお伝えした10月5日時点で、約7万7千店舗ということが現時点で把握している最新の状況であります。またポイント事業の予約状況は、10月1日から16日までの16日間で1092万人の予約となりました。ポイント付与額に換算すると約98億円となります。大変多くの方々にご利用いただいていると考えております。10月9日までの9日間でですね、約558万人の予約があったことと比べるとややペースが上がってきております。新型コロナウイルス感染症により甚大な影響を受けた飲食店の需要を速やかに喚起するというこのキャンペーンの目的を果たしているものと考えております。他方、11月中には全ての都道府県で食事券の販売利用が開始される見込みでありますので、オンライン予約事業から始まったキャンペーンの効果がこの後に続いていく食事券にうまくつながっていくことを期待しております。はい、ご質問ございますでしょうか。朝日新聞の金田と申します。大和堆でのですね、日本漁船の自粛要請、入域自粛要請についてのあります。これについては、北朝鮮の公船が発見されてですね、安全が確保できないという理由だとのことでしたけれども、例えば日本漁船に接近してくる恐れがあるとか、武装しているとかですね、その入域の自粛を要請しなければいけない具体的な危険というのは何なのか。今お話しありました通り、本年9月29日の午前8時ごろですね、大和堆西方の我が国、排他的経済水域内で、監視活動中の水産庁取締船が、成績不明の船舶を確認をして、関係省庁で情報収集及び分析を進めた結果、北朝鮮公船と特定をされました。9月29日以降もですね、北朝鮮公船らしき船舶が確認される旨の情報があったため、水産庁が、我が国の漁船に対して一時的に一部海域からの移動を要請しているものであります。今後も海上保安庁と連携をして、外国漁船等の監視警戒に当たることによりまして、大和堆西方の我が国排他的経済水域内における我が国漁船の安全の確保に万全を期してまいりたいというふうに思っております。当該船舶につきましては、機の所持等についてはですね、今確認をされていないということになります。はい、どうぞ。文化放送の山本です。
大臣にお尋ねします。今日まもなくですけれども、日英 EPA 正式署名となりますが、改めて大臣からその EPA についての、まあ、期待感とか、今後何かの考えのこととかありましたら、お聞かせいただきたいです。はい、本日日英 EPA についてですね、茂木外務大臣と英国のトラス国際貿易大臣が署名式に臨まれることと承知いたしております。農林水産分野の内容につきましては、9月の大筋合意の通り、日本側の関税につきましては日 EU EPA の範囲内、また英国側の関税についても主要な輸出監視品目について関税撤廃を獲得した日 EU EPA の内容を維持となったところでありまして、これは茂木大臣が国益を守るために毅然とした態度で交渉を行っていただいた結果であると思います。